1890年、モンタナ州での第25不評連隊合衆国、第24連隊での任務で名誉勲章を受けた、ポンピーファクターバッファローソルジャーとは、もともと、アメリカ合衆国陸軍第10騎馬連隊の会員に、適用されたニックネームで、1866年9月21日に、カンザス州レブンワーストリデで戦ったインディアンによって、名付けられた。 最終的にこの用語は、合衆国第9期馬連隊、合衆国第10期馬連隊、第24不評連隊、第25不評連隊のユニットを包括するようになった。南北戦争の間、いくつかのアフリカ系アメリカ人の連隊が北軍と並んで戦うために立ち上がったが、バッファローソルジャーは、世紀のアメリカ陸軍の最初の平時の黒人だけの、 連帯として議会によって創設された。2005年9月6日、最も長生きしたバッファローソルジャーのマーク・マ・シューズが111歳で死亡した。彼はアーリントン国立墓地に埋葬された。ソースによるとバッファローソルジャーというあだ名がどのように始まったという点でいくつかの不一致が見られる。バッファローソルジャーズ国立博物館によると 名前は1867年にシャイアン族の戦士に由来し、実際のシャイアン語の翻訳では、ワイルド・バッファローであった。しかしながら、作家のオルター・ヒルは、第10期バレンタイを設立した、ベンジャミン・グリアソン大佐の、1871年のコマンチェ族に対する戦役を思い出した口述を、記録した。ヒルは、グリアソンの主張によると、名前の起源は、 コマンチェ族にあると考えている。言うまでもなく、名前の由来については何らかの論争がある。ソースの中には、あだ名が、第10期場連隊への敬意と、その激しい戦闘能力から与えられたと断言する、ものもある。他のソースでは、インディアンが、黒人の縮れ毛が、バッファローのコートに類似していたために、バッファローソルジャーと呼んだと断言している。また他の情報源では、 両方の伝説の組み合わせを示している。名前がどのように由来したかに関わらず、バッファローソルジャーという用語はすべてのアフリカ系アメリカ人の軍人の総称になった。それは現在、アメリカ史に散々と輝く勇気を持つ第9及び第10機馬兵ユニットの直径のアメリカ陸軍のユニットに関して使用されている。南北戦争の間、合衆国政府は、 白人士官の率いる黒人兵士で構成されたアメリカ合衆国黒人部隊として知られる連隊を形成した。戦争の後、議会は軍を再編成し、第9及び第10合衆国騎馬隊として黒人騎馬隊の2連隊と第38、39、40、41不評連隊として黒人風評隊の4連隊の構成を認可した。 第38及び第41連隊は、第25不評連隊として、再編成され、1869年11月に、本部を、ニューオーリンズのジャクソンバラックスに置いた。第39及び第40連隊は、第24不評連隊として、再編成され、1869年4月に、テキサス州クラークトリでに本部を置いた。これらのユニットのすべては、 ベンジャミング・グリアソン、ラナルド・エス・マッケンジーなどの白人士官、臨時で、ヘンリー・オー・フリッパーなどの黒人士官の指揮のもと、黒人化士官兵で構成された。1866年から1890年代初頭まで、これらの連隊は、アメリカ合衆国南西部とグレートプレーンズ地域での様々な戦役を務めた。彼らは、これらの領域での軍事行動の大部分に参加して、 顕著な実績を残した。インディアン戦争の間、これらの4つの連隊から、13人の下士官兵と6人の主官が名誉勲章を手に入れた。軍事行動に加えて、バッファローソルジャーは、道路の建設から合衆国郵便の護衛まで、辺境地で様々な役割を果たした。インディアン戦争が1890年代に終わった後も、連隊は任務を継続し、 サンフアンヒルの戦いを含む、米西戦争に参加し、ここでさらに5つの名誉勲章を受けた。彼らは1916年、メキシコへのパンチをビラエン制や、米非戦争にも参加した。バッファローソルジャーの物語において忘れられている、貢献は、最初の国立公園レンジャーのいくつかとして、カリフォルニア州のシエラネバダ山脈で勤めた。 第9期場連隊の8部隊と第24不評連隊の1中隊である。1899年、第24不評連隊の H 中隊のバッファローソルジャーは、セコイア国立公園とキングズキャニオン国立公園と同様にヨセミテ国立公園で短期間務めた。アメリカ陸軍連隊はこれらの国立公園に1891年から務めていたが、 1899年までは、兵士は白人であった。1899年に始まって、1903年と1904年と、続いて、黒人連隊は、下記の間、アメリカで2番目と3番目に古い国立公園で、勤めた。1916年に、国立公園局ができる前に、これらの兵士が勤めたために、パークレンジャーズという言葉が生まれた。 一人の特定のバッファローソルジャーは歴史に残っている。1903年の夏に、セコイア国立公園で、第9期バレンタイアイ部隊に勤めていたチャールズ・ヤング隊である。チャールズ・ヤングは、ウエストポイントの陸軍士官学校を卒業した3人目のアフリカ系アメリカ人で、彼の死の時点では、彼は、アメリカ軍で最も高い地位にいた、アフリカ系アメリカ人だった。 彼は1903年、セコイアとキングズキャニオンの国立公園の軍事最高責任者になることで、セコイア国立公園の歴史に名を残した。公園でのヤングの在職中、彼は巨大なセコイアの木をブッカーティー・ワシントンと名付けた。最近になって、広大な森林の中の他のセコイアの巨木が、キャプテン・チャールズ・ヤングにちなんで名付けられた。 チャールズ・ヤングの子孫の中には、その儀式に出席した人もいた。チャールズ・ヤングは、国立公園の最初のアフリカ系アメリカ人の最高責任者でもある。1903年、セコイアの第9騎馬兵は、当時アメリカ合衆国の最高峰であった、ホイットニー山の頂上までの最初の道を切り開き、セコイア国立公園で最も有名なセコイアの、 巨木の森林、ジャイアントフォレストに最初の使用可能な馬車道を作った。1904年、ヨセミテの第9騎馬兵は、ヨセミテ国立公園の南セクションのマーセッドのサウスフォークに植物園を建設した。この植物園には小道、ベンチがあり、いくつかの植物が英語とラテン語の両方で特定された。ヨセミテの植物園は、 国立公園制度における最初の博物館であると考えられる。シエラネバダではバッファローソルジャーは蔵の上で少ない食料と人種差別、家族と友人と疎遠な状態で長期間を耐えた。軍事管理者としてアフリカ系アメリカ人の騎兵と不評連隊は非合法な牧草の採取、密漁、材木泥棒、および山火事から 国立公園を保護した。さらにもう一つの忘れられた物語としては、かなり最近まで、寄せみての公園管理者のシェルトン・ジョンソンは、シエラ・ネバダのバッファロー・ソルジャーの貢献を回復して、祝賀しようとして、これらの歴史を研究して解釈した。合計して、20名以上のバッファロー・ソルジャーが名誉勲章を受けた。これは、 どのアメリカ合衆国の軍事ユニットで最も高い数である。バッファローソルジャーはしばしば米国陸軍の他のメンバーからの人種的偏見に直面し軍人が時折配置された領域の民間人は暴力で応じた。バッファローソルジャーは1899年テキサス州リオグランデシティ1906年テキサス州ブラウンスビル 1917年、テキサス州ヒューストンで人種的な騒動に見舞われた。組織化されたユニットのバッファローソルジャーは第一次世界大戦中参加しなかったが、経験豊富な歌詞館が第317公平大隊のような他の人種隔離された黒人ユニットを軍事作戦に起用した。20世紀初頭、バッファローソルジャーは活動的な戦闘部隊より、 むしろローム及び専務部隊としてさらに使用されることで活路を見出した。第二次世界大戦中に第9及び第10基場連隊は解体され、軍人はより平務的なユニットに動かされた。不評連隊の一つの第24不評連隊は太平洋戦線で戦闘に役立った。他のものは別名バッファローソルジャー師団の 第92不評師団で地中海戦線のイタリア戦線で戦闘に就いた。また他のものは合衆国第93不評師団で太平洋戦線に務めた。何らかの公式な抵抗と行政上の障害にも、かかわらず、タスキーギエアメンなどの黒人のパイロットは訓練されてヨーロッパでの空中戦を戦い、技能と勇気に関する評判を増した。 1945年前半、バルジの戦いの後に、ヨーロッパのアメリカ軍部隊は、戦闘部隊の不足を経験した。この時に、黒人兵を起用し、優秀な成績を確立したことで、黒人雇用に関する戦後の変化の前兆となった。第24不評連隊は、朝鮮戦争の間、戦闘に参加した最後の隔離された連隊だった。 朝鮮半島に進出する直前に、この連隊の兵士のうち、約200名が、完全武装のまま小倉キャンプから、集団脱走し、キャンプ周辺において、暴行、障害、強盗、窃盗など70数件の事件を起こしている。第24連隊は1951年に、解散し、兵士は韓国で、他のユニットと統合された。 1951年12月12日、最後のバッファローソルジャー部隊、第27及び、第28騎馬兵部隊も解散した。バッファローソルジャーの2個の記念碑が、カンザス州のレブンワーストリデとジャンクションシティにある。当時の統合参謀本部議長コリン・パウエルは1992年7月の、レブンワーストリデ記念碑の除幕のための、招待演説者だった。 ボブ・マーリーとキング・スポーティが共同制作した楽曲バッファロー・ソルジャーはボブ・マーリーザ・ウェイラーズの1983年のアルバムコンフロンテーションに収録されている。特にマーリーのようなラスタファリアンを含む多くのジャマイカ人はバッファロー・ソルジャーを長い間白人に支配されてきた分野で勇気と名誉を持って働き人種差別と偏見に負けずに戦った。 黒人男性の一例として同一視した。バッファローソルジャー部隊はたびたび映画にも取り上げられている。1960年、バッファロー大体2001年、戦争の始め方2008年、セントアンナの奇跡。ありがとうございます。